ようこそ勇者サマーランドへ。ここは誰でも勇者になれるドリームアイランド、大人気テーマパークなのです。おや、今日も新たなお客様がいらっしゃいましたよ。彼はユイショアル王国の元第一王子。あることがきっかけで王位継承権第18位まで落っこちた通称18、本名エルリック。いつも上から目線でわがままな俺様王子。一方、おや、これはまた随分汚いお部屋。彼はこのパークの気弱なダメダメバイト、ポチオくん。やる気もお金も希望もない彼がこのゲームの主人公。これは冴えないバイトくんと花だけはある第18王子が出会って始まるドキドキでちょっぴりグダグダな魔王退治の物語。さあ仕事を始めましょう。お客様をうまく導くインストラクターバトル。ダンジョンに挑むお客様を親切丁寧にアドバイスして攻略させてあげましょう。基本はオートバトル。うまく乗せたら必殺技も。おせっかいな妖精に男に先輩、恐怖の上司、ショップ店員、女子会グループ、闇なライバル、謎の老人、カップル、子供、家族連れ、怪盗傭兵、王様、ラッコに犬。勇者サマーランドにはいろんな人たちのいろんな物語が待っている。お客様をもてなすたくさんのモンスターたち、すべてのモンスターを見つけて図鑑をコンプリート。必死に稼いだ給料で仕事を楽にする武器やアイテムを揃えるか、自分のためお部屋にとことん手を加えるか。こんなご時世だからこそワークライフバランス大事にしたいよね。数々の名作を手掛けたレジェンドスタッフたちが今最も作りたいゲームを世に送り出す。小さなアトラクションの島の上、王座をめぐるドロドロな陰謀が渦巻きつつも、基本はドタバタ、時にはしんみり。ポチオと王子の間に小さな友情が芽生え、それがやがて世界を変えていく、そんな物語。きっと皆さんの心に残るゲームとなることでありましょう。それでは皆さん、忘れられないワクワクを。ワクワク、10月4日発売予定。予約特典は可愛いウミウシちゃん巾着。フリュー。